皆様、こんにちは。はじめまして。私はノルモハマと申します。私は20歳です。出身はバングラデシュ人です。私は大学生と日本語も学生です。大学で3年生です。学部はコンピューターエンジニアリングサイエンスです。そしてサンジャパニスタディングセンターで日本語を勉強しています。私は日本に行きたいですから日本語を勉強をしています。日本語はちょっと難しいですが面白いです。私の趣味はサッカーをすることです。私はブラジルサポートです。好きな選手はクリスティアーノ・ロナウドです。私の家族は3人です。両親と私です。父は商売をしています。母は主婦です。私の好きな食べ物はハンバーグとピザです。嫌いな食べ物は特にありません。私の好きな飲み物はマンガのジュースとコカ・コーラです。嫌いな飲み物は特にありません。私の好きな季節は春です。春の時、景色はいいですから、春が好きです。私の好きな色は白です。平和の色は白ですから、白が好きです。私の将来の夢は、日本の会社員になりたいです。私はいつか日本へ行きたいです。どうぞよろしくお願いします。ありがとうございました。